とにかくその山田って女がこの部屋で前の住人が殺されたって言ったんだな。うん,うん、そこまでは言ってないけど、禁句らしいからね。でも707号室はろくなことがないって。だからきっと殺人事件があったんだよー。あんたと寝ろ。私、なんか怒られるようなこと言った。<laughs> 今のうちに私のベッドで寝てくれさえすれば、ナナは仕方なく、私を部屋に迎え入れてくれると思うの。 そうでもしないと絶対一緒に寝てくれないなるほどそういうことね分かったじゃあお言葉に甘えて寝かせてもらおうかな